私もそうですが、皆さんの多くも一体今年何度目この雨の下ここに集まっているんだろうというふうにお考えじゃないでしょうか。肌寒かった時から始まって、夏のすごく暑かった時もあって、急に秋が来たようになって、今まだしつこくまだ肺がにせず無理筋の法案を通そうとしている、政府があります。しかし私たちはまたここに集まってきました。なんだか夏があっという間に過ぎちゃったなという気もしないでもないんですけれども、まあいいことが全くなかったわけでもないなと思うのは、すごくたくさん大好きな仲間友達ができました。ここに来て歩いてるだけで温かい声をかけてくださる方がいたり、本当になんか多くの方とつながることができて、まあそういう意味では良かったかなってことも思わないでもありません。で、先ほどまで参議院議員会館の前の方で立憲デモクラシーの会としてリレートークというのをやっておりました。本来はもともとある会場を借りてやるはずだったんですが、この段階になって屋内に入るのはまずいだろうと、皆さんのところに出かけていかなければいけないということで、各方面に迷惑をかけながらようやく結婚することができました。劣悪な状況の中でも本当に何百人という方が集まってくださって、憲法学者、政治学者、いろんな我々の仲間の答えを聞いてくれました。それでここに来る途中、まあぐるっと回ってきたんですけれども、ご覧のような感じで警察が非常に、まあ、高圧的な警備を昨日ぐらいから特に行うようになっていて、殺伐としている雰囲気があるなというふうにやっぱり感じます。まあ、これだけ川床っていうんですか、その装甲車を並べてせめて排気ガスは切ってほしいなというふうに思いますけれども、昨日はこの辺ご覧になった方もいると思いますけど、警官が8列ぐらいですかね、すごい数こう並んでて、Facebook の写真見て誰かが警察もデモやるようになったかって言ってましたけれども、どうですか、こっち来ませんか警察の皆さん。そういうこと言う人少なくないですよね。この段になってまだデモに来てると呆れてる人もいるみたいなんですけれども、しかしそんなこと言い出したら我々はどうせいつか死ぬのに、なんで一生懸命生きてるんでしょうね。しかも私たちの場合には市民社会として個々人が集まって行動してるわけですから、私たち一人一人はいずれ死ぬことになるかもしれないけれども、市民社会としてはまだまだ生き続ける未来を築くために我々は動いているわけです。少なくとも私たちは生きているわけです。兵馬俑の中に入っちゃったりしてないし、議員になってバッジを胸につけられるようになったのは良かったかもしれないけれども、生きてるのにすでに死んでるゾンビみたいな連中ばっかりじゃないですか。昨日奥田君が語りかけたように個人として反応したらどうだ。我々は決して負けない。なんでかといえば我々一人一人が人権主義となっていて、平和主義となっていて、人権主義でありながらなんです。我々は差し止めされるかもしれない、涙を飲むかもしれない、うんざりするかもしれない、
Oh, my God.